はい、じゃあ皆さん、九州に向かって行ってまいります。今日の道をすべて逆走して、はーい、じゃあ行ってきまーす。バイバーイ。イエイイエイ、カモカモベイベー。鈴鹿サービスエリアに到着しました。一杯飲みます。乾杯。あ、うまっ。昨日まで騒がしかったキャンピングトレーラーは今日僕一人でちょっと寂しいですけれども、このね、一人の時間もまあいいかなと。1時45分もう間もなく2時になるところでございますが、皆様チャンネル登録者数がですね1000人を超えました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ハゲちゃってありがとうございます。おっとり。僕がですね YouTube を始めたのが2009年ですね。ちょうどうちの長女の凛花が生まれた年、10年前なんですけれども、最初はね、動画は撮ってたんですけれども、編集するということを全くしていなくてですね、僕の10個上の、友達の健太郎さんという元プロスノーボーダーの方がいるんですけれども、その方にですね、康介くんと、動画は編集しなかったら意味がないよと、いうことを言われまして、なおかつそれをアップしないといけませんよと、作品として残しなさいということで10年前から始めて、毎年こうアップはしてて、ただそう YouTuber というよりかはこうどちらかといえば動画を保存しとく、今のクラウドみたいな感じですよね。その時クラウドなんていう言葉はなかったんですけれども、まあ、今で言えばクラウドみたいな感じで YouTube に置いてあって、でこれで親戚も見れるし、家族もYouTube を見ればその時の思い出が見れるから、すごくいいですよみたいなことをご教授いただきまして、10年間やり続けてまいりました。で今年の3月ぐらいからですね、本格的に YouTube を頑張って、まあ、頑張ってっていうか、もうちょっとチャンネル登録者数を増やしたいなと思いまして、頑張ったところですね、皆様に反響いただいたほど反響いただいているわけではないんですけれども、チャンネル登録者数が伸びましてですね、今月1000人いったということで、本当にありがたいです。喜ばしいなというところでございます。なんで僕が YouTube をやり続けてるのかななんていうことはね、まだ一回も動画で伝えたことはないんですけれども、シンプルにですね、本当に家族の思い出を残したい、子供たちに残し続けたいっていう一心でやり続けております。で響けば響くほど、この孫たちとかね、ひ孫たちとかに、なんかおじいちゃんがこういう人だったよとかいうのをね、見せてあげれたらすごくなんかいいなと。なんかこう伝記とか書かなくても、今の時代は動画でね、こうやって Vlog みたいに毎日更新していれば、なんかそれをね、いつか見てくれる孫たちが いてくれたら、なんかすごい嬉しいなと思って、これからもですね頑張っていきたいと思います。賛同してくれてという言いますか、響いてくれる人たちがコメントいただいたりとか、子供たち可愛いですねとか、キラキラしてますねとかいうコメントいただいたりしてます。本当にありがとうございます。毎回ね、あげるたびにコメントを、ね、くださる方もいらっしゃって、本当にそれは嬉しい限りでございます。そんなところで僕は YouTube をやっているよというお話をさせていただきました。まだね、九州までの道のりは長いですが、また、頑張ってお父さん走りますので、よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。じゃあね、バイバイ。